はい、盗塁について話したいと思います。まず盗塁ですね、リードの大きさ、リードの大きさは自分で測るということを常々話していますけれども、僕の場合は、右ピッチャーに対しては5歩半というのが目安、それから左ピッチャーに対しては6歩というのが目安で、リードをしていました。そして、構えるところですけれども、構えは、右側にスタートするのでやや右足を半足または1足ほど引いてですね、左足を出しやすくします。そして、構えも力まないようにですね、またはあまり軽みすぎないように、リラックスしすぎると今度はスタートするときに腕が、無駄な動きをしてしまうので、ある程度形を力まずに決めて、そしてスタートを切れるようにですね、顔もしっかりとピッチャーを見ながら、背中を丸めずにですね、足も力まずに力を抜いて、ある程度母指球に体重を乗せるようにしてスタートに備えます。